実は筋肉がついてる人が本当に大好きなんです。笑顔が素敵な人。下の名前と年齢教えてもらえますか。琴葉です。16歳です。凛花です。16歳です。ありがとうございます。どういう男性のタイプが好きですか。私は、気配りができて、実は筋肉がついてる人が本当に大好きなんです。マッスルな男性が好きなんです。マッスルは大好きなんです。すごい好きそうです。すごい大好きです。ありがとうございます。どうですか。私はもうイケメンで優しくてもうハイスペックな感じが好きなんです。なのでもう一生彼氏できません。2人とも具体的で素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、マッスルっていうとどのくらいのマッスルが好きですか。例えば俳優で表すとザ・ロック。ザ・ロック、はい、アメリカのなんか映画に出てるザ・ロックが大好きですね。いいですね、はい、ありがとうございます。ハイスペックっていうとどういう部分がハイスペックハイスペック、頭の良さとかお金持ちとか。あ、お金持ちですかね。現実的ですね。ありがとうございます。じゃあ今日本でいう肉食系と草食系、どっちがタイプですか。私は肉食系がタイプですね。私も肉食系です。その理由も教えてください。なんか肉食系の方がよりマスキュラーな感じで男らしいなって感じがして、私はマッスルだし。はい、そうです。だからですね。どうですか。その私がそのあんまりその男性にアプローチをかけることが苦手なので、ぐいぐい寄ってきてくれると助かります。私じゃあ告白するよりもされる方、どっちの方が好きですか。私はされる方が好きですね。私もされる方が好きです。なるほど。じゃあ具体的に男性にこういうことされたら嬉しい、キュンキュンするとか、頭ポンポンとか、なんか具体的なものも教えてほしいです。私は男性と腕を組むことが大好きですね。マッスルな腕で。そうなんですよ。どうですか。私はなんだろうな、なんかさりげない気遣いというか、なんか さらっと歩道って車道側から女性をこうなんていうの、移動っていうかさせてくれるっていうこととかですか。レディーファースト。レディーファースト。レディーファーストは日本でもありますと。一応これ海外の人が見るチャンネルなんですけど、英語って喋れますか。はい、喋れます。じゃあ最後に、日本に来たい海外の男性に向けて、こういうことしたら日本の女性嬉しいですよっていうアドバイスを英語でお願いしていいですか。I think that all the men from foreign people can like do some lady first or like go and do something like going to cafe or taking picture for the ladies. So I guess you can do it. お名前と年齢教えてもらえますか。18歳のあかねです。あかねちゃん。17歳のささねです。笹根さん、はい、ありがとうございます。理想の男性像について聞きたいんですけど、はい、どういう男性がタイプですか。笑顔が素敵な人。笑顔が素敵な人。あんまり怒らない人。怒らない人。なんか怒られた経験がすごいあるんですか。いや、そんなにないんですけど、なんかまあドラマとかで何なんか殴ってるシーン見るとDVや。さすがにそれは嫌だな。はい、優しければ。肉食系と草食系だとどっちの方がタイプですか。肉食系？草食系？お、分かれましたね。なんで肉食系の方が？なんか自分から行けないから来てもらった方がありがたい。なんかぐいぐい来られるとちょっと冷めちゃう。じゃあ2人はちょっと違うタイプの人が好きなんですか？そうかな、そうかも。結構2人でも恋愛の話とかしますか？いや、そんなに。そんなにしない。じゃあもし仮に好きな男性がタトゥーとか入れてたらどう思いますか。あ、大丈夫。嫌です。ここでも別れるんですね。なんで全然いいと思うんですか。そんなに気にしない。逆になんで嫌なんですか。なんか大体男の人がタトゥー入れるってなるともうでっかくドラゴンとかそういうイメージだから、ワンポイントの人って多分いないから、そうそう来られるとちょっと怖い。もし告白されるとしたら、自分から告白したいかされたいか、どっちですか。されたい。されたいです。具体的なところでいくと、髪型、好きな男性の髪型ってどういう髪型が好きですか。マッシュ。マッシュ。あ、マッシュっていうのはその丸みがあって短い。なんでそのマッシュの髪型が好きですか。
なんか前髪あるのが好き。うんうん、なんか眉毛が見えてほしくないかなみたいな。なんて言うんだろう、なんかあんまり顔が見えてない方が雰囲気よく見える。海外の人と付き合うのはありですか？あり。ありです。ありみたいです。